皆さんご機嫌いかがでしょうか。和楽器バンドボーカルの鈴花優子です。今日も始まりました、日本が好きになっちゃうラジオを今週も楽しくお送りしていきます。この番組はラジオの前のあなたと一緒に作っていく番組です。ぜひツイッターで感想をツイートして盛り上げてください。ハッシュタグは鈴花ジャパン、番組アカウント鈴花アンダーバージャパン、こちらのフォローもよろしくお願いいたします。ハッシュタグはですね、鈴花というのを漢字で、ジャパンをカタカナでつぶやいていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、夏真っ只中ということですけれども、私は夏になるとやっぱり自然にどうしても触れたくなりまして、特にですね、水の綺麗な山に行くのがですね本当に好きで、私は子供の頃ですね、家族旅行でよく夏になるとキャンプに行ってました。私の父がボーイスカウトを、やっていたということもあって、とてもキャンプが好きでですね、犬も飼っていたので、家族4人と1匹でですね、車に、いっぱいこう道具を積んで、昔はね、借りるということはなく全部買ってちょっとずつ揃えてたんですよ。なので、民族の大移動みたいな感じで、車1台をですね、もうキャンプ用の車というふうに思って、荷物がなるべく乗るような車にしようというようなこだわりもある中で、毎年夏にはいろんな山にキャンプを行ってました。でキャンプをして、日帰り温泉にも入ってみたいなことをやってたんですけれども、最近全然キャンプをしてなかったので、実は私最近久しぶりに、キャンプに行ってきました。と言ってもですね、道具がないので全部レンタルできるところを見つけまして、食材だけ持って行きました。で久しぶりに火起こしをしてみたり、それから外でバーベキューをしたり、カレーを作ってみたりということで、日暮らしが鳴いて日が暮れていってというような、そして夜は星空を見ながら焚き火をするという最高に贅沢な日を過ごしたんですけれども、翌日は早朝から山登りもしまして、1660メーターのですね、日向山という、山梨の山に登りました。久しぶりに全身山ガールになろうと思ってモンベルで衣装を揃えまして、登ったんですけれども、本当に山の上の海岸と言われているような場所でですね、非常に開けて、砂が地面にこう広がっているような場所で、非常に珍しい光景の山頂でした。皆様も、夏にエネルギー補給ということで大自然に足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは今日の1曲目参りましょう。和楽器バンドで起死回生。誰だって怖くなって逃げ出したくなることもある、秘める勇気閉ざしていつもいて立ち止まってまた見えないふりをする、落ちた涙乾かない深く潜まる、諦めない意志、この日引いた拳を信じて突き破ろう、絶対今回起死回生、挑むべき今の数だ、見上げる空塗り替えろ、完全勝利目指すなら嫌な自分を愛して前に進め。お届けいたしましたのは和楽器バンドで起死回生でした。
日本が好きになっちゃうラジオ、和楽器バンド鈴花優子がお送りしています。ここからは勝手に日本豆知識ということで、季節や行事、風習から後世につないでいきたい文化まで、日本に関する豆知識を分かる範囲でご紹介していきます。そんな今回はご紹介するのがですね、詩吟ということで、私何気にこの、豆知識のコーナーで詩吟に触れたことがないなということに気づきまして、久しぶりに詩吟についてお話をしていきたいなと思うんですけれども、私が詩吟を始めた頃は詩吟って言っても誰も知らないような世の中だったんですけれども、お笑い芸人の方であったり、そして私自身も詩吟推しで、ボーカルの仕事を始めたので、今となってはですね、かなり詩吟が浸透した世の中になったんじゃないかなという実感が湧いています。というのも、私の流派の、宗家とコラボレーションをする機会だったりとか、あとはですね、全国の流派が集う、日本武道館で毎年行われる、祭典なんかにですね、ゲストとして、私が吟詠家としてだけではなく普通の歌手としても読んでいただけたりとか、ジャンルの枠を超えた、何かこう一つの音楽とか文化とかがですね、日本全体で盛り上げているような感覚がですね、最近は非常に大きくなってきたんだということで、嬉しく思っております。皆さんもだから詩吟って聞くと、あ、もうあの感じねっていうのがパッと浮かぶ方が非常に増えたんじゃないかなと思いますけれども、詩吟はですね、もともと吟詠と呼ばれたりもするんですけれども、基本的には漢詩に節をつけて、歌うものなんですけれども、最初はね、中国の伝統的な詩から始まったんですけれども、まあ、今となってはそれだけではなく、詩吟といえばですね、俳句、和歌、それから現代詩なんかも詩の形にこう囚われることなく、様々な詩に節をつけて歌う方角の一つとなりました。吟詠家は詩の内容を捉えて声でですね、心情や情景を表現しようと心の底から吟じ上げるんですね。作者の気持ちをいかに表現できるかということで、吟詠家の力量の高さを表現します。吟詠を聞くときには吟じられる詩の意味とか背景を知っているとより楽しめるというものになります。コンクールとかもね、盛んに行われてるんですけど、そこではやっぱり音程、アクセント、それから心情とか情景がどれくらい伝わるかとかいうような、そういったものから、それからね、あとはね、舞台マナーみたいなのも見られていて、どのように、所作が行われているかというところまでチェックをされるポイントだったりするんですけれども、詩吟の特徴としては語尾の母音を長くこう引っ張って、そこに声調と言われる節を、音程をねつけて、行っていくことになるんですけれども、私が始めたのは5歳なので、最初は何にもわからなかったので、何をしていたかといえば、モノマネです。先生の真似をするところからこう始めてみるのがもちろんベストなんですね。で、それから合吟と言われる、まあいわゆる合唱なんですけれども、みんなで一緒に歌うというのもあるので、一人で恥ずかしい方は近くの、今はネットとかもあるので、お稽古場なんかを検索して体験に行って、合吟でちょっと真似してみるとかいうところから始めるのもいいと思います。ここでですね、伴奏なしで生でちょっと詩吟歌ってみようかなって思うんですね、久しぶりに。で、今8月ですけれども、まあ詩吟で言うと、もう秋の詩を読む、タイミングになりますので、今日は、そんな日本の昔の方が作った秋の詩を読んでみようかなと思うんですけれども、服部南鶴さんという方が書いた詩ですね。江戸時代中期の漢詩人の方ですけれども、隅田川の、下る時の情景を歌ったものなんですね。秋の夜の月の明かりの下で、隅田川には、澄み渡った月影がいとも鮮やかに浮かんでいて、川の流れが揺らぐにつれて、月光が湧き出てきて、あたかも竜が流れているように見えると。自分を乗せた小舟はただ一色、空や水ともわからぬ水路を両岸から吹き来る風に送られて、止まること知らず流れて下っていくというような、風景を歌っている詩になります。
言葉が難しいなと思うかもしれないけれども、例えば夜牧水浴だるの牧水っていうのが隅田川の隅と水なんですよね。でそれが牧水、隅田川のことを指しています。それから市の始まりが金龍三番と始まるんですけれども、この金龍三というのが浅草寺の東北の隅田川のほとりにある、松地山、これを表しています。金龍山ですね。あとは編集というのがサビみたいな天空の部分にね来るんですけれども、これは小舟のことを表しています。それから二州という言葉が最後の方に出てくるんですけれども、昔のその武蔵野の国の情景を表しているというふうに思って聞いていただければと思います。じゃあちょっとドアカペラで久しぶりに歌ってみようかと思います。お聞きください。金龍三番、ということでありがとうございました。服部南鶴作、夜牧水を下るでした。ここでお知らせです。私鈴花優子なんですけれども、ビルボードクラシックスフェスティバル2021に東京公演の方に出演させていただくことが決定いたしました。2021年9月29日水曜日、文化村オーチャードホールで行われます。こちらで、ね、出演者の方々が非常に豪華で、稲垣淳一さん、大黒摩季さん、小柳ゆきさん、中島美香さん、明治さん、新妻聖子さんなどなどということで、ここに鈴花優子を出演させていただくんですけれども、これね、オーケストラをバックにポップスとオーケストラの共演によって多様性のある音楽を創造するコンサートシリーズということで、ビルボードクラシックスが全国で展開中なんですね。こちら新日本フィルハーモニー交響楽団の皆様との共演ということで、一般発売が8月7日土曜日からスタートしております。よろしくお願いいたします。そして、私の曲なんですけれども、2曲配信リリースがされました。一つは森山直太朗さん作詞作曲のカンパニュラ、和楽器バンドとはまた全然違うサウンドですので、ぜひ聴いてください。 YouTube の方にミュージックビデオもあります。そして、7月から放送を開始いたしましたアニメピーチボーイリバーサイト、こちらで声優デビューをさせていただきました。天使のアトラちゃんという役を、やっているんですけれども、実はこちらのオープニングソング、
9メガヘルツさんフィーチャリング鈴花優子ということで、ダークスパイラルジャーニーが7月30日に配信リリースされました。こちらはですね、非常にこう疾走感のある、勢いのある曲なので、ぜひこちらも楽しんで聴いていただければと思います。そして私のバンド和楽器バンドですけれども、8月末から全国ツアーは開催です。全国30公演ございますので、ぜひチケット発売中ですので、ホームページをご覧いただければと思います。初日はね、8月27、28、神奈川のパシフィコ横浜 2days からスタートいたします。日本が好きになっちゃうラジオからのお知らせです。メッセージ、アンケート回答は番組公式ツイッターから参加してください。アカウントは鈴花アンダーバージャパン、番組ハッシュタグは鈴花ジャパン、そしてアフタートークは無料アプリオーディからダウンロードして楽しんでください。鈴花ジャッジ。このコーナーは番組公式ツイッターで究極の選択アンケートを行い、寄せられた熱いメッセージを参考に、私鈴花優子がベストジャッジを決定いたします。今回ジャッジするのは、止まるならどっちということで、不気味な森の中でキャンプ VS 幽霊が出ると噂の綺麗な旅館でした。今回実はですね、私が考えました、珍しく。はい、ちょっと実は、自分が、山に行ったので、ふとこれ思いつきまして、あ、どっちかなみたいなところでですね、ちょっと友達とも話が盛り上がったので、最近はキャンプ、アウトドアブームですね。ソロキャンプをする方もいらっしゃると思います。グランピングをする人も非常に増えていると思いますが、ファーストインプレッションはということですが、私はね、圧倒的にキャンプです怖いもん、幽霊が出るなんて。でもなんか怖いもの見たさでですね、私はね、夏になると YouTube で心霊の動画を検索したりよくしてるんですね。ということで、皆様のご意見たくさんいただいておりますので、見ていきましょう。まず私と同じ意見の方からいきたいと思いますが、あのね、意外や意外びっくりしたのが、ツイッター上でのパーセンテージは、森の中でのキャンプが 32.5% と低いんですよ。幽霊が出ると噂の綺麗な旅館、その 67.5% だったんですね。でも私、幽霊が出るとはしなかったんで、という噂のっていう風にしといたところがミソですけれども。さあ、キャンプを選んだ方、ラジオネーム鈴友さん、ありがとうございます。断然不気味な森の中でキャンプですね。森の精霊とか可愛い妖怪の仕業かななんて想像しながら、なんとか乗り越えれるんじゃないかなと。幽霊の出る旅館はめっちゃ嫌な想像してしまいそうなので無理ということだったんですけれども、まあね、あの旅館ってさ、不気味なところになるとさ、絵の裏をさ、ひっくり返すと無駄があってあるとかいう噂があったりとか、余計な想像をたくさんさせられる気が私もするんですよ。で、不気味な森だったら不気味じゃない雰囲気に作るのができる気がしちゃうんですよね。なんかランタンいい雰囲気につけるとか、なんか花火をしてみるとか、森はそう、精霊がいるとかいう心の持ちようでなんとかなるかもっていう風にちょっと思っちゃったりはするんですけど、まあね、不気味といっても段階があるから何とも言えないんですけど。さあ、もう一方言ってみましょう。ラジオネームブーボヒコベさん、ありがとうございます。不気味な森にします。大好きな人や頼りになる仲間と一緒なら不気味な夜も過ごせそうだけど、幽霊だと誰にも頼れないですからね。確かになんか幽霊が出ると噂されちゃってるとさ、みんながいても寝た後怖いよね。で、起きて起きてって言っても、一回こう気絶したように起きないみたいな映画とかがさ、あったりするから、もう寝れなそうですよね。不気味な森の中でキャンプだったら、私はこの間一人で夜中の3時にトイレに行けましたよ。はい。ではでは。世間の方々は多かった 67.5%、 幽霊が出ると噂の綺麗な旅館行きたいと思います。ラジオネーム学校の犬さん、ありがとうございます。幽霊が出ると噂の綺麗な旅館を選びました。宿が綺麗なのに越したことはないし、あくまで噂ということで選びました。願わくば幽霊に会ってみたいという好奇心もあります。そうなんだ。
あと不気味な森に行ってキャンプするのにただ怖いだけで幽霊とか妖怪とかに会えないのは嫌なので、あ、めっちゃ好奇心旺盛なタイプなんですね。むしろ会いたい。さあ、もう一方行きましょう。ラジオネームぬらりひょんさん、ありがとうございます。え、もうだって妖怪から来てる投稿だもんね。ぬらりひょうからの意見でしょ。だって幽霊が出ると噂の綺麗な旅館にします。座敷わらしだったらいいなって、誰じゃん、仲間に会うっていうだけの話なんじゃないかなって思いますけど、ぬらりひょうさん、ありがとうございます。ということで、たくさんご応募いただいたんですけれども、なんかすいません、私はどうしても幽霊が出ると噂の綺麗な旅館は多分寝れなくなるんですよ、怖くて。だからその噂の旅館に行こうって友達に誘われても私は行かないっていうタイプなので、今回は自分でね、皆さんの意見を聞きたくて、このジャッジを応募してみたんですけれども、皆さんは旅館を選ぶ方が多いということが分かってすごく楽しかったですが、鈴花ジャッジの結果は申し訳ない、不気味な森の中でのキャンプということで、鈴友さんとですね、ブーボヒコベさんには番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。番組スタッフがツイッターでダイレクトメッセージをお送りしますので、お見逃しなく。以上、鈴花ジャッジのコーナーでした。それでは今日のラストナンバー参りましょう。配信リリースをされました鈴花優子の、森山直太朗さん作詞作曲の、曲です。カンパニラ。ゆらりゆらりと風に吹かれて、はらりはらりと花は散るだけ、流れ流れてあなたはどこへ、離れ離れて愛は連なる。雨に降られて、あれよあれよと時は鳴り行き、千年先の夢物語、おいでおいでと誘うその声、いつか世界日本が好きになっちゃうラジオ、そろそろお別れの時間です。また次回も日本への愛情をたっぷり詰め込んでお送りしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。お相手は和楽器バンド鈴花優子でした。